高橋孝は、新潟県新潟市出身の元プロ野球選手。日本分離校では、1年時の春から、ベンチ入り。夏には控え投手として、第91回全国高等学校野球選手権大会に、出場。自身の出場機会はなかったものの、チームは、新潟県生初となる甲子園決勝に進出。中京大中京校を相手に9回に、 強烈な粘りを見せるが、あと一歩及ばず9から10で敗退し準優勝。2年次の夏に野手に転校するも、打撃の低迷から一時は野球をやめるという考えにまで至ったが、チームメイトの励ましもあり思いとどまる。3年時は、春に第83回選抜高等学校野球大会に8番、三塁手として出場。初戦は、香川成功に八の一で勝利するも、 二回戦で、九州国際大付高に2の4で敗れる。夏は4番に座り、新潟県予選で打率4割を記録し、優勝に貢献。第93回全国高等学校野球選手権、大会出場を果たす。甲子園初戦の日大三高戦では、6回裏一死二塁の場面でレフト前にタイムリーを放つも、チームは3から14で敗退した。 高校通算15本類だ。2011年10月27日、プロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツから5位指名を受け入団。2012年は怪我に苦しんだ。2013年11月4日、自由契約となることが球団側から発表された。同月12日、巨人と育成契約を結んだ。 2014年3月14日、総力を生かすために左打ちに登録変更されたが、12月24日、再度右打ちに登録変更された。2017年10月28日、球団から戦力外通告を受けた。31日、自由契約公示された。2017年11月15日、12球団、合同トライアウトに参加。社会人野球の深谷組。 公式野球部からオファーを受け、2018年、深谷組に入社、内野手としてプレーした。2018年8月に深谷組を退社。11月13日に、自身2度目となる12球団合同トライアウトに、参加し、5打席で死球を2つ選んで盗塁を1つ決めるも、あんは放てなかった。BC リーグ、シナのグランセローズからのオファーはあったものの、 NPB 球団からのオファーはなく、翌12月、自身のツイッターにて、ここで野球プレイヤー引退いたしますとの意思を示した。2019年3月1日、医療機器の販売やレンタルを行う、株式会社、メディカリ JP に入社。3月2日放送の TBS、バースデーで、トライアウトから、メディカリ JP 入社までの様子が取り上げられた。 同時に指導者への道も探っていると、2020年により指導する北陸発の社会人女子公式野球チームバンディッツ・ガールズから監督のオファーを受け、就任を決断。メディカリ JP を退社し、チームが所在すると山県へ家族と共に移り住んだ。運営元を同じくする少年野球チームバンディッツ・ヤングのコーチも兼任する。パンチ力を備える。 打撃、50メートル走5秒8の瞬速、遠投110メートルの強剣が、武器の走行手3拍子揃った選手。高校時代は三塁手だったが、プロ入り後は主に中堅手として起用される。野手になって、日が浅く、これからの変わり身に期待されていた。ドラフト指名後の記者会見で、吉報を真っ先に伝えたい人は、との問いに、両親もそうですが、一番は、 世話になった兄です、と答えた。高橋の兄は、高橋孝が野球を始めたきっかけであり、弟を日本分離校に進学させるために自身は、公立校へ進学していた。ありがとうございます。